んにちは。今回は日本三大稲荷の一つとされる草戸稲荷神社と国宝の寺明王院を紹介します。日本三大稲荷に関しては諸説あるようで、京都の伏見稲荷大社、岐阜の千代保稲荷、佐賀の有徳稲荷、愛知の豊川稲荷、茨城の笠間稲荷、岡山の西条稲荷、大阪の氷山山稲荷、宮城の竹駒神社などがあります。それでは明王院を紹介します。パニコジャパン。明王院は広島県東部の福山市にあり、2つの国宝を有するお寺です。早速境内を散策していきましょう。国宝その1、五重の塔。神社を目指していきます。鳥居をくぐってすぐに異彩を放つ大きな木に出会います。樹齢は数百年ほどだそうで、とても力強いパワーを感じます。何かが宿っているのでしょうか。少し歩き進めると小さなお堂のような建物があります。近づいてみます。建物には天狗さんがいるそうです。天気雨だ。神社やお寺を参拝中に小雨が降るということは神仏からのメッセージで大歓迎だそう。よかった、出会いに感謝だ。このまま上にある神社を目指していこう。雑談ですが、人生においてタイミングはとても重要なものだと考えています。タイミングの歯車がぴったり合うとき、私たちはより力強く前に進むことができる。そしてその歯車を合わせるために必要なことの一つがプラス思考だと考えます。先ほどの神社仏閣を訪れた際に、小雨が降ると神仏が歓迎しているサインという話、これは多くのスピリチュアルの方が言われることで、テレビや本で知ったという人も多いのではないでしょうか。ここで、なんだよ、この雨がどうしてそうなるのと考える人、そして、ラッキーだ、この調子でどんどん行こうと考える人がいますよね。二つに一つ、そしてどちらの考え方でもいい場合、常に前向きに考える人の方が、多くのラッキーを手に入れることができると思います。ウキウキしながら参拝すると、参拝直後にダブルレインボーが出ました。綺麗すぎる。肉眼ではよりはっきり綺麗に見えました。太陽がさんさんと輝いていて見えますか。天気雨、心がより晴れました。まさに浄化の雨です。皆さんもこのタイミングでこのような虹に出会えたこと、ラッキーだと思って、多くの成功者が実践するこの思考法で人生を生きてみてはいかがでしょうか。次に日本庭園と数多くの芸術作品を紹介します。
いて福山駅の裏にある福山城を紹介します。さて、いきなりクイズです。福山は広島県第2位の人口を要しますが、何人だと思いますか？ちなみに広島県第1位は広島市の約120万人です。正解は約46万人です。なかなか多いですよね。駅前の繁華街、高層ビルの数も納得できます。福山は岡山県に近く、周辺では風情のある倉敷市が大きな都市として挙げられます。倉敷市は中核市で、人口は約47万人。この数は岡山県第2位で、第1位は政令指定都市の岡山市。人口は約72万人です。